はい、こんばんは、島津です。ジョジョの奇妙な冒険、ダイヤモンドレコーズ。本日ね、は、ガシャ、回していきたいと思います。溜まったんですね、やっと。で、今回で、イベントで、ピックアップ、ペットショップと、イギーがね、星5。たんで、これを回していきたいと思います。あと、そう、前回のね、イベントでね、みんなで協力してね、10回ガシャね、手に入れました。いやー、やっぱ協力するといいことあるね。で、できればね、イギーが欲しいの。なんでかっていうと、一回だけね、あ、これ。なんだっけ、弾き飛ばしたぜ、か。これがね、当たったんですよね。あの、一回ガシャ回したら。だから、星5のイギーが欲しい。今ね、イギーね、星3しかいないんですよ。だからあまりちょっと、使いづらいかなって思って。はい、それで回していきたいと思います。じゃあ、あ、なるほど。そういうことね。下がノーマル。上が通常で、いつも通りだね。多分 0.7 だよね、これも。あ、違う。0.45 か。45。うん。はいはいはい。なんかさ、徐々に、星5のキャラがさ、どんどん増えていってさ、まあ、目当てのキャラを当てづらくはなってきてますよね。うん。はい、じゃあね、回していきます。さあ、みんなの力を使って出るか。どっこらセット。星4のイギーでもいいから欲しいね。あー。ああ。お！ありがとう、ジョータローさん。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。プラス3ぐらいなんじゃないっけ？もう、ジョースター。ああ、いた。5来ないね。辛いなぁ全然来ないよ。核変来てよ。3からさ、一気に5に上がるのを見てみたいよね。あのね、マインドの方だとね、激レア格変のイベント見たんですよ。露伴が笑いながら、マインドね、カキカキして、で、レインボーになったんですよね、色が。で、かつ、なんだっけ。露伴のスタンド。あ、ごめん、出てこない。今、ド忘れしちゃった。そう、あれもズンって出てきて。あ、もう確定だろうって思ったらね、それでイギーのが出たんですよね。うん、びっくりだった。あー、これを、あー、ダメだ。ふぅ、解き止めてほしかった。ほら！またプラスだ。まあ、ありがたいんだけどね、どんどん能力が上がっていくから、ゼペリーさんすんげえ使えるの、波紋のイベントの時。いいね、かっこいいね、かっこいいんだけどさ。お願い解き止めてよー、お願いだー。
お願いだー。あー、ダメっぽいな。はい。残念ながら、ピックアップは出ませんでしたね。イギーの呼んでもよかったんだけど、その代わり、また、ジョセフとシーザーセベリが来たんで、プラスされますね。重なり合います。どんどん重なっていくね。何？プラス3だ。ほら。まあ、他の3のね、3も重なり続けていけば、強くなると思います。ね。塵も積もれば山となる。まさにその通り。プラス400とか、これ底上げしてるってことだもんね。スペリさんも2だもんね。あ、意外とプラス1なの。3のジョセフは。4の方が多かったっていう。はい、今回ね、残念ながら、出ませんでしたね。どうしようかね。あと50あんだよ。で、これを次回に回すか。ちょっと待ってね。次回のイベント来てるっけ？もう情報。次回に回したいんだよな、できれば。まあ、ものによるけど。来てる？来てないな。5月以降の予定。お、ストーリークエスト。はい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 。ランキングバトルを追加。ああ、いいね。あ、特に来てないな、情報。その他は、ビギナーズガイドか。これシステムだよね。あ、いた。そうか。次回のまだ予告来てないか。よか、回そう。ね。回そうか。回そうか。俺も男だ。実況者だ。お尻が、行くよ！ポン！お願い！こう来て！こう来て！ああ、ちょっといいけど、ちょっと先よりいいけど。止めて！時を止めなさい！何？マジか。ロハンの4は初めてか。ジョータロウさん、時を止めてくれ。お願いだ。泣けなしの50だ。ホールホース、ホールホース4持ってるからいいわ。お願い、来てよ。せめて4くれ、4くれ。あー、来た。あ、でも3だもんな。3のイギーだもんな。せっかくイーサーマインドヒーターからにはイギーが欲しいよね。使い道がないです。いやいや、いた、これはやべえ。しょっぺー、しょっぺーよー。かっこいいね、かきょういん。これ、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 時止めて！あー、ショック、ショック。ジョー太郎かー。
上太郎か、いいんだけど、イギーなんだよな、今は。お勤めイベント来ねえか。ロハも5持ってるしな。嬉しいんだけど、ニューは。お、ニューキャラ？おー、はい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 。違うか。ニューキャラではなかった。はい、残念。さっきと一緒だね、星4の数は。あー。なんかさ、そう。星3とか限定のイベントがあると、使いやすくなるよね。星3も。有効利用しようって思うけど、今んとこないからね、あんま嬉しくないんだよな。星3のイギーとか来ても。ぶっちゃけるとね。内寄りかましだよ。内寄りかましだけど。あー、でもロハンが。シーザーも持ってるしな、星4。もうホルホース6体目だよ。7体目か。イギーも7体目。あ、でもこんだけ入れると強くなるかもね。はいはい。佳境院も4いるし。これはありがたいかも、ほんと。終わりかな？ぶっ飛ばそうか。はい、100コイン目ね。こちらも、苦い思い出に変わりました。まあ、その代わり、ロハンさんがニューキャラで手に入ったのはちょっと嬉しいかな。あれとしては。コレクションとしてはね。うん。はい、ということで、島津さんのガシャ引きでした。ということで、本日はこれにて失礼させていただきます。なんかね、最近ね、ジョジョのね、イベントもね、かなり、強く、キャラがね、敵キャラが強くなってきてるんで、もしかしたらね、久々イベントとかのね、動画撮るかもしれません。ので、よかったらね、また見てくださいね。ここ最近、ガシャばっかだから。はい、では、失礼させていただきます。バイなら。